皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。5実況プレイのパート22やっていきます。いいんだよね、うん。またこれね、久しぶりの撮影だからね。一回リリアとは合流できたはずなので、埋めるように進むしかないかな。うん、なんかする予定だったんだよ。うん。トレックル処刑刀だろうね。こう攻略しておくわけ。完全に忘れてるっていう。まあ今手間からかな。まあ進みましょう。よしよしよし。今ね新 PC で撮影をしているので、多分処理的には問題ないと思います。進む。完璧主義なもんだね。どう行こう。結構入り組んでるし、ルート分岐が激しいな。アイテム収集とかもしたいし。行けないんじゃん。扉閉まってるじゃん。なるほど。じゃあ帰りのルートかな。オッケー。こっちなんもないかな。ちゃんとチェックしないとね。手に入るかもしれないし。わ、なさそうか。クルーズだ。ノットル。頑張るぞ。少しフォーザーに近づけたかな。よっしゃ。あー、あるじゃん、あるじゃん。宝箱。太陽の樹印書使おう。これか。これね。まあ、ルート分岐に気をつけながら道なりに進んでいこうと思います。敵復活していきます。
おお、サンシャイン。よし、先を急ごう。80点くらいってとこか。経験値とかですごいな。これでも多分すぐ足りたくなるんだろうな。なんかちっちゃい悪夢転生する。で、見残す。蹴りに。被害は最小限だ。問題ない。なんかあちこちにいろんなのありそうだな。あった。今なんかいるな。ああ、回っていけそうになってる。よし。行くわ。行かね。魔法攻撃で撃つ。でも、あれだね、フィギュは別に注意物が使えるわけじゃないんだよね。これはどういう原理で発言してるんだろう。今更だけどさ。よいしょ。はい。あったらかな。そこからもことできる。よしよし。あ、しのぐか。しのぐな。おっ。時間が進んどってくるのかな。よし。何が起こってるか要はあんねん。もういろいろ派手すぎて。また一つ男の魅力が上がってしまったな。ルービリボトル回復アイテムは大事で、あとはこれ硬いぞ。おおおおおおやられてますけど、しょうがないな。どれだっけ。無益な戦い言われてますけど。
そうじゃな、アイテムあれもったいないよ。復活しちゃうかな、途中の復活しちゃうかもな。ある程度離れて復活するな。見られない。これなら待ってもいいか。移動してくれ。これだ、鍛錬にも完璧主義なもんだね。あのでかいの復活したらやだなあれは面倒だ。スルー遅いよー、ダメ。よいしょ、はい、ここまで完璧に近い装置だ。これなら満足がいい。されました。なになに、何とかおっしゃった。どれだこれ、戦略か、仕切り攻撃を控えた戦い、これかな。よくわからん。ミラージュローブ、お、強い。 20% の確率で被ダメージに軽減っていうのは嬉しいな。スルーできるじゃん。れんかー、はい、よし、はい、そうアンヌな、結構突っ込むのはいいんだけどすぐやられるんだよな。この人守れみたいなミッション多いからさ。お、安定感にいね、ラッキー。まあ、この先でなんかまだ出てきたんだけどさ。これなら満点でいいかい。待ち構えてる。はい、よし、よし、これからも頼ってちょうね。怖っ、鍵付きの箱か。いつになったら開けれるんだ。待って、慎重にやりましょう。なんだこいつら、ぶっ倒していただこう。いただきまーす。エクスプロージョン創生の呪術、違う、ファイルハンマーフリーチングインパクト、なんかこっちのかっこいいな。かっこいいとかそういう問題じゃねえけど、
なんとなくすごそうだからこっちにした。上がってないけどさ、まずなんかそのモヤモヤどうにかしよう。よし、セーブします。さあ、敵がなかなか強い。またすぐ回復、そうでもねえな。まあいいや、あの辺のセーブポイントまで頑張ろう。こいつらそんなね、大したことないです。これが鍛錬の丸子タン連打でも全然いける。カースチェック、なんか防ぐアイテムだ。何かに使うんだろうか、こういうクリエーション系の。あ、もう少しコンが作れる。あ、もう少しコンだけ作れてもな、しょうがないよね。なんか作れそうな。最後全然ない。進歩せねばならない。的な感じ。よしよし。んで、まあ、さっきしかも こっちでも敵がいっぱい。
フェアリーライト。お、小回復からちゃんと普通の回復になりました。やったねー。あー、レイクリプト、これもいいな。ミキはもう使えるわけだけど、いやでもあれはミキ専用だったのか。レベルがガンガン上がっていく。これってどこか。お、結構高得点じゃん。で、うわー、でかいのいる。ザコも一緒にいるじゃん。まずザコだな。やばい敵だった。大丈夫。ボス戦は一応中ボスみたいな感じだったのかな。ここに回復ポイントもある。いや、今回ここでセーブして終了したいと思います。うわ、5月くらいから止まってた。それ忘れるわ。はい、ではスターオーシャン5実況プレイのパート22、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。